ということで、今回は、引っ越しをしてみたいと思います。いや、なんだよ急に。なんだ、夜逃げか。夜逃げなわけないだろ、殺すぞ。実は最近、ずっとアイスランドに住んでいたんですが、さすがに冬が寒すぎるのと、あまりにも車が汚れるので、今年は冬が来る前に、もう少し南の方に、拠点を移してみようと思います。なんやねん、そのアホみたいな理由。アイスランドの冬が寒いのなんて、今始まったことじゃないだろかす。あとは、単純に家が狭くなったので、もうちょい広いところに住んでみたい。っていうのも本音です。いや、お前そもそもニートなんだから実家で暮らせよ。それで、引っ越し先はどこなんだよ。一応都内にある、85階のタワマンに引っ越そうと思っています。いや、東京都内に85階建てのマンションなんかないぞ。は、お前が知らないだけだろにわか。Y が言ったのは海外の都内マンションのこと。海外住みだからね。海外の都内とかいう謎地域やめろ。数秒前に言ってた設定忘れててくさ。ということで、荷物をまとめます。私の家には古い PC が死ぬほどあるので、一つ一つ丁寧に梱包していきます。これめんどくさそうだな。こんなもん捨てていけばいいだろ。この世に不要なものなどないので、絶対に手放しません。なんかゴミ屋敷の主人みたいなこと言っててくさ。でも、明らかに使わないガジェット類に関しては、このように段ボールに入れておき、ハードオフに持っていきます。いや全然手放そうとしててくさ。てか、こんなの動画で紹介してたか。実は、ハードオフとかでテンションが上がって購入しても、様々な理由で紹介できなかった、ボス商品もあるんですよね。とりあえず買うっていうスタイルだから、そんなことになるんだぞ。普段からボツネタみたいなことばっかしてるくせに偉そうなこと言うな。やめたれ。ということで、不要品をハードオフに持っていったら、なんと、2000円になりました。意外といい金になっててくさ。やっとハードオフって神だわ。ということで、徐々に荷物がまとまってきました。結構な量になるんだな。その一方で、部屋はすっからかんになりました。独房かな。その後、引っ越しセンターの人が、荷物を持って行ってくれました。その間私は、さっきも受けたお金で、束の間の休息を取ります。あのくらいの量なら自分で運べよかす。絶対に手伝わないという、強い意志を感じる。てか、車はどうするんだよ。一瞬運転していこうかとも思いましたが、ちょっと時間がないので業者に運んでもらいます。ニートなのに時間がない、妙だな。道中のハードオフ全部より企画を、自ら捨てる愚行。私は、飛行機で目的地に向かいます。とりあえず、羽田空港に到着しました。そして、荷物が届いたので、荷出しをしました。新居もあんま変わんないな。なんか本当はクソ広い部屋に住もうと思ったのですが、予算の都合上、前回とほぼ同じサイズの部屋になってしまいました。それは草。引っ越しした意味なくて草。ということで、今回はこちらのソフトを紹介していきます。いや急に始めんなやかす。今度はなんだよ殺すぞ。今回紹介するのは、ワンダーシェアさんの、デモクリエイターくんです。デモクリエイター、なんすか、デモクリエイターって。ダメだこりゃ。デモクリエイターは、ワンダーシェア社が開発、提供する、画面録画&動画編集ソフトである、PC 上の全てを簡単に録画することはもちろん、効率的にプレゼン動画を作成できると同時に、ライブ配信やオンラインミーティングなどをすることができる。また、直感的な操作でプロ並みの動画を編集、作成をすることができる。だぞ。PC 使ったことあるなら普通知ってるよね。いや知らねえよ殺すぞ。こいついつも画面録画してるな。ということで、早速ダウンロードをしていきます。インストール中は暇なので、コメント返しをしていきます。コメント返しで暇を潰すな殺すぞ。まず一件目。こいつ中古車乗っててくさ。これは、私の愛車についてのコメントですね。いいか、霊夢は中古車なのを気にしてるんだから、中古車って言うなよ。絶対だからな。中古車だけは絶対に言うなよ。え、霊夢の中古車がどうしたって。なんだろう。駐車場だったり保険だったり、タイヤ買いますとかホイール買いますとか、車って結構維持費がかかるんですよね。なので、頭のいい人はみんな中古で本体買うことで、イニシャル費用を抑えてるんですよね。いや最後のはお前の感想だろ。でも中古の方が結局維持費がかかるという本末転倒。ちなみに最近車検を受けたんですが、普通に高すぎて破産しました。こいついつも破産してるな。車検とかいう自動車業界の思念。次。なんだろう、鳥取と島根間違うのやめてもらっていいすか、殺すぞ。そういえば、鳥取ってさすがに島根に分かってますよね。まあ他県民を敵に回してんな。は、こいつ素人でくさ。島根の方が圧倒的に人口多いだろクソボケが。いや10万人とか誤差の範囲だろボケ。しかも、島根に砂漠、はないよね。砂漠程度しか誇るもんないくせに偉そうにすんなよ。
あとその砂漠も緑化されつつあるだろかす。アンチオツ。緑化防止のために大学生のボランティアが助走してるから。なんやそれ草。環境破壊ボランティアはさすがに草。ということで、インストールが完了しました。こちらから、キャプチャー、動画編集、バーチャルヒューマン録画、ゲーム録画、予約録画、動画プレゼンテーション、となっています。なんか、あんま画面録画ソフトっぽくないな。これは UI が非常にわかりやすそう。まずは、PC 画面録画を使ってみます。使い方は非常に簡単で、メニューから、録画範囲、オーディオの有無などを選択し、レックボタンを謳歌するだけです。この辺は、他のソフトと一緒な感じだな。なんだろう、もうちょい、なんかすごい機能とか見せてもらっていいすか？なんやこいつめんどくせえ。こちらのバーチャルヒューマン機能を謳歌すると、なんか、VTuber になることができます。なんやそれくさ。突然のバーチャル YouTuber でくさ。ちなみにこちらのキャラですが、いくつかのテンプレートから選択することができます。結構可愛くてくさ。絶妙に何に使えばいいかわからないキャラばっかりでくさ。次に、動画の編集をしてみます。こちらから、メディアライブラリ、プレビュー画面、プロパチ画面、タイムライン、となっています。なんで画面録画ソフトで動画編集ができるんだよ。つまりは AMM でも画面録画ができるってことでいいのか。いやそれは違うだろ。とりあえず、適当な動画をドラッグします。そして、動画については、プロパチ画面から拡大、回転、スピードの変更などができます。ほーん、こんな感じなのか。本当に UI がわかりやすくてくさ。エフェクト、画面切り替えを駆使することで、このように、プロっぽい切り替えをすることができます。いや自分で言うなかす。ヒカキンに憧れてる小学生定期。さらに、動画をもっとポップな感じにするために、ステッカーを追加することができます。絶対使う場所間違えてるけどな。やっぱソフトの性能より、使う人のセンスなんだよな。さらに、フィルターを入れることで、もっと雰囲気を和らげることができます。なんやこれくさ。可愛くてごめん感ある。ということで、いかがでしたでしょうか。UI は非常にわかりやすく、PC 初心者の方でも問題なく使いこなせると感じました。またデフォルトでたくさんのテンプレやフォント素材が用意されているため、簡単にポップで凝ったデザインの動画を作成することができると感じました。また、VTuber になれる機能やユニークな動画編集など、非常に役立つ機能が多いと思いました。画面録画を様々な設定の上活用できるのはもちろんのこと、VTuber でのプレゼンができるなど、様々な機能が充実していると感じました。また予約録画、動画プレゼンテーションなど、プライベートのみならず、ビジネスの用途においても十分活躍できる機能が満載だと感じました。模範的なコメントありがとうございます。次回、新疆ジャンク品にしてみたら、驚きの結果に。こうご期待。やっぱりジャンク品にしてしまうのか。新疆追い出される RTA やれ。デメリットしかない RTA でくさ。你在无中生有暗度文仓凭空想象凭空捏造无言无语无可救药逝者安息一路走好傻子巴拉。